すさ神社、有田市、須すさ神社は、和歌山県有田市千田にある神社。式会社、名神大社で、旧社格は、県社。鎮座地名にちなみ、千田神社、お千田さんとも、ありた千田の南部の丘陵、中央山の中原に、南面して鎮座する。祭神は次の一柱。社名に見えるように、当社は、すさの須すさの村。 スサノオの命を祀る神社であるとされる。古くは大道元年、806年に、スサイの地神、上元元年、859年に、スサ神の神明として見えるが、スサノオとは、地名、スサを冠して、スサの男を意味すると考えられている。古事記の根の片すこく訪問の段では、大名討の神大国主が、スサノオ 男命の座します根のカタス国に参考するに際して、まず、木国、木の国の古名を目指したと記載されている。すなわち、キーは、根のカタス国、根の国への入り口として想定されており、根の国に座す、スサノオ、男命と入り口のキーの、スサガミ、当社祭人との関係性が見られる。松前県は、これと当社の渡積み的性格とを合わせみて、 全国に展開する、スサノオ信仰の元凶が当社であり、海の彼方のとこ予告としての根の国から豊上をもたらすため、時期を定めて来訪するのが、本来の神格であろうと推測している、公説、不説参照。その他、日本初期人代期の封建出現岩、人代上、第8段第5の一書では、スサノオのおこかみとして、いたける命、いそたける、いたける、 大谷と姫命、大谷津姫、宗神姫命、津松姫の記載がある。これら三神は、紀の国に騎士をもたらした神であるといい、キーでは、イフト式祖三神と総称され、それぞれ伊布都式祖神社、和歌山市伊賀木祖、大谷宮美神社、和歌山市宇多森、とわさと姫神社、論社三社に祀られている。特に、伊布都式祖神社と当社との関係は深く、当社の神戸は、 イフト都式祖神社に隣接してあったとされるほか、公設、歴史参照、祭事では、イフト都式祖神社の社人の参拝があったといい、室町時代の資料では、磯藤御神の抹茶なりの記載も見える。当社は、古くから、漁業の神や潜在としての樹木を供給する、樹木神として、巨漁業や航海に携わるキーの天から数計を受けたという。また、貴族風土器によれば、 金星には県南予家の神として信仰され、県南所の神府を授与する古例があったという。俗風土器の引く社殿によれば、和道六年、713年10月初日に、大和国吉野郡、西川本、場所不明から、中尾山の山頂に誕生されたのが創始という。また同期では、当初は海に面して西向きであったが、 往来する船が、教養を表さないと転覆させるなどの真意を示したため、元明天皇、在位70、707年から715年の直命により、海が見えないよう中腹の在地に移し南向きに改められたという。当社が勘定されたという和道六年10月初日は、伊布都市基礎神社が、現在地、和歌山市伊田基礎へ潜座したと伝える年月日と一致する。俗風土では、 このことから、両者の縁故を指摘している。古事記の根の研修国説話に見えるように、紀伊一方には、古くからの信仰があったとされる。その時代、およそ古墳時代中高期、5.6世紀の大朝鮮外交では、紀伊の豪族、騎士、紀の国造加重要な役割を担ったとされることから、当時騎士に引き入られた尼によって、すでに当社は祀られていたとする見方もある。 また、須佐神社の鎮座地は、古代の木の国あい郡、有田郡須佐里に属する。この、須佐の地名については、万葉集の歌、アジの住むなぎさ、須佐の入り江の行為粗末、あり粗末、我、青を待つ子らはただ、一人の身に見える、なぎさと同一視する説がある。また、当地の中尾山の北端には6.7世紀の岡崎古墳群があり。 考古学的に当社との関連が指摘される。文献上の所見は、新昇格直府省大同元年、806年朝で、紀の国の腐彩の地上に対して十個の神戸、神社付属の民庫が給されている。関連して、上平年間、931年から938年、五路の和名類受賞では、紀の国名ぐさ軍に腐神戸が見えるが、これは、 当社の神戸の意味であるとして、有田軍の強章差のため、名草軍に設けられたとされ。この神戸は、伊富都市基神社に接する和歌山市口須佐、奥須佐周辺に否定される。かつてはこの口須佐に、旧無格社の須佐神社が存在した、口裾あ座城円満寺。俗風土記によると、この須佐神社は、須佐神戸に当社を誕生したものであったというが、明治四十二年、 1909年7月に、イフト式祖神社境内抹社の祇園神社に合祀された。神海としては、上元元年859年に15以上に上った。また、延長五年927年成立の演儀式神明朝では、木の国名草郡に、須佐神社名神大月寺にい目めとして、名神大社に列するとともに、月次祭。 新位祭りで平白に預かった旨が記載されている。紀の国新明町では、天神として、十一位須佐大臣と記載されている。上平年間、九百三十一年から九百三十八年、五の和名類受賞では、前期のように、紀の国名草郡に、佐神戸が、紀の国間軍に、須佐号が見え、それぞれ当社関連の地名とされる。 俗風土器の引く社殿では、当社の俗す安田省内の二町、約二ヘクタールや日高郡、富安省内の三十四町、約三十六ヘクタールを、伊布都市基礎神社と共有したといい、中世からはこれに、武家の信仰が加わった。社殿によれば、県務2年、1335年5月に、楠木正重が車両として安田。 上記安田章に同じの一帯を残らず寄進し、県務2年8月には、五醍醐天皇により、現名、五醍醐両天皇の直眼書と定められ、新筆の額と表情、刀や矛などの武具4口が奉納されたという。しかし天正7年、1579年3月の、橋場秀吉の湯浅攻めにおいて、秀吉に内容した湯浅の地頭、白かし、 左衛門の城実報によって当社は破却受けたとされる。その時の官主、大江重政は、神宝や古記録をからびつに収めて神社広報の人工国、ここだに、この林中へと避難したが、実報に捜索されて焼却されたり海中に投棄されたため、蒸気者放擂や古記録をことごとく失ったという。その後、慶長六年、1六百一年に、紀ーハ 朝野義長が、神田十四町三端、十四ヘクタールを寄進、それによって、社殿再興がなされた。現那年間、十六百十五年から十六百二十四年には、朝野市に代わって入宝した、紀州徳川家の初代藩主、徳川頼信によって、改めて車両五国が寄進されたほか、社殿の造営修復等は、紀伊藩の藩費をもって負担するよう定められるなど、 江戸時代を通じて、紀州徳川歴代藩主から厚く数形された。明治維新後、明治四年、1871年に、近代社格制度において県社に列し、明治四十年、1907年に、近在の二十二神社、いずれも無格社。お、翌年には星尾一宮神社を講師した、現、経代社の後が、小神社。戦後は、 神社本庁に属している。中世以降、当社の社家は、お菓子、古くは、大江聖や岩橋聖を称したがになっている。本殿は一軒舎、墨木入りかすが作り、銅板武器。正面柱間は一軒であるが、背面や側面を二軒とし、また正面三社中城に、墨木を置くなど、熊の作りの系統を引く作りである。これは、藩主、徳川吉宗の命により、 聖徳元年、1711年9月に、造体されたもので、造営には、奇襲藩の大工頭である中村家が関わっており、藩の直営であった様子が見える。御社の生息面三方には、高羅付けの縁、大床を巡らし、両側面後方に、脇障子を設ける。内部は、御社中央柱筋に、前後の間仕切りを設け、平軸付けの板扉を構えて、 内人と外人に区画するが、外人床を切り目投げしより一段踏み込み、円より低く貼る点が珍しいとされる。彫刻などの装飾は少なく、絵用も控えめであるが重厚な外観を呈し、中村家の作風を示す貴重な遺構となっている。元は平田武器であったが、昭和三十六年、九百六十一年に銅板に吹き替え、また平成四年。 1992年から9年にかけて大修理が施されている。この本殿は有田市指定文化財に指定されている。本殿前方には注文、乗と殿が立ち、これに拝殿が接続する。それぞれ注文は平から門、のりと殿は桁行き三軒、張間二軒の入りもや作り平入り、拝殿は張間一軒、桁行き三軒の入りもや作りつま入りで、いずれも屋根は、 銅板武器。乗りとどの、拝殿は共に吹きっぱなしである。拝殿は乗りとどのより低い構えで、また、乗りとどのは中央を、上段床とする。拝殿前に立つ鈴門、四つ足門は、霧妻づり平入りわら武器。その他境内には、か殿やかぐら殿、絵馬堂等の社殿が立つ。俗風土器によれば、天正の頃、16世紀末までは、千羅祭に、 イフト式祖神社から神明十二匹が奉納されると、共に、同社の神官が、神事に参加したといい、毎年正月初日にも、同社の神官十二人が参拝しという。これらは、同社の祭人、いたける命が不審に廃越する儀式であったと、考えられている。ス神社に限らず、出雲と紀伊には社名を等しくする神社が多く、存在する、参照。これについて、 いずれも出雲が発祥で、出雲人のキー入植時に、本国の信仰を持ち込んだとする説がある一方、キーを元凶と見る松前天刀による説がある、最人説参照。その中で、スタノに関しては、危機に見える、その破壊心、暴虐心的な内政と、出雲国風土器などに見える、文化英雄心的な内政と乖離が早くから指摘され、様々な説が提唱されている。 松前県による説では、古事記、日本書記と、風土記の両者に現れるスサノオを、別々の存在と見た場合、危機に見える、海洋神的、樹木神的神聖や根の国に対する深い、深淵性は、風土記に認められないが、キーの当社には共通性が見えるという。そしてこのことから、古事記、日本書記に記されるスサノオは、当社の祭人を指すと推測する。そして、 紀域地方で、スサノオが来訪するとされる、特有国としての根の国が、中央では、最悪の根源地、最悪を送り返す地である根の国と、同一視されたとして、スサノオも、最悪をもたらす破壊神、暴虐神とみなされたのだとする説を挙げている。また、古事記、日本書紀のスサノオが、当社祭神であることの傍証として、当社が、迷信大社指定や、ジョイの記録など、 朝廷からの重要紙を挙げる。また松前県は、出雲との関係について、スサノオを包帯して、大陸、朝鮮との外交に従った、キーの天の一部が出雲に土着したとする。そして出雲地方の内陸部へとスサノオの侵攻が、広まるとともに、海洋神等の内性が失われたと推測する。また、 危機編散の時点で、中央貴族層と出雲地方とにあったスサノオ像を無資料に再統合した果て、スサノオの神聖の複雑さが生じたとする説を挙げている。注釈原点、記載事項の一時資料を紹介。出典。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。